皆さんこんにちは。万歳王へのチャンネルにようこそ。今日の動画はバンコクハイコスパグルメミシュランビブグルマンのお店でいただくその8店目、チャルンクルン通りの裏路地にある豚足煮込みカームーの名店チャルンセンシーロムのカームーをテイクアウトして味わってみたです。自宅を出ればもうそこは激安グルメの宝庫。こんにちは、万歳王也です。今回もバンコクの超お得なミシュランビブグルマン認定店をご紹介していきます。今回のお店チャルンセンシーロムは豚足煮込みカームーの専門店です。ミシュランビブグルマンの認定を毎年受けて、まごうことなき名店となっています。お店は BTS サパーンタクシン駅のスラサック駅側より階段を降り、ロビンソンデパート前のチャルンクルン通りを歩きます。バーンラック交差点でシーロム通りに向かい、最初の障子に入った右側にあります。お店ではいただけなかったので、バンコクの冬至12月21日の気持ちのいい朝日を浴びながら自宅でいただいてみました。その様子もご覧ください。はい、皆さんこんにちは。今日はチャルンクルンのソイ49、ここ左曲がったところにある、カオカーム屋さんに、行ってみたいと思います。やってるかな。はい、やってきました。この店、ここも ミシュランビブグルマンのお店です。今ね、時間が12時10分前。ここはね、午後1時で閉店ということでね、ここのカオカームをいただいてみたいんですが、食べるところもないんですよね。残念です。でもせっかくなんでテイクアウトしてこの近くでちょっといただいてみたいと思います。ข้าวขาหมูค่ะแต่ต้องห่อกลับนะคะไม่ได้ให้กินค่ะข้าวบ้านได้ไหมค่ะเอาข้าวบ้านค่ะเอาอะไรคะนุ่นตีนะครับค่ะนุ่นเป็นขาธรรมดาธรรมดานี่นะใช่ใช่เอาข้าวไหมเอาลาข้าวเอาลาข้าวครับここでなんかやっちゃうみたいですね。เดี๋ยวคุณก็นี่ทิ้งได้ไหมคนละร้านไม่ได้ค่ะไม่โอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะทันเมื่อไหร่คุณก็持ち帰り60บาทなんかね、ここで食べちゃダメだみたいなこと言ってるので、すぐすぐとお家に帰ります。このお店はミシュランの赤丸印は見当たらないですね。この門内のこの印しか今のところ見つかりません。はい、こういったような感じの店です。向こう側にはね
お店が2、3軒並んでて、これ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 目印ですよね。この、 あのホテルね、ナッスリオン通りのね、この万楽くんね。12月21日冬至の日の朝日です。これから自宅でカオカームをいただいてみたいと思うんですが、一晩冷蔵庫に入れておいたら、こういうふうにカームが見事な煮こごりになっていました。これからレンジで温めていただいてみたいと思います。一晩冷蔵庫に寝かして、それから次の日の朝いただきました。この店ですね。はい、はい、これがカームーです。で、一緒にいただいたご飯はこういった容器も一緒にくれました。これ全部で60バーツです。60バーツのミシュランビブクルマンです。それでは、いただきたいと思います。カームね、カオカームって言うとね、何かと八角の、独特の香りが強いんですけど、これはそうでもないですね。意外でした。うん。確かに美味しいです。それじゃあご飯にかけていただきます。はい、ご飯にかけてみました。ちょっとお肉とご飯なのでちょっと味気ないですけども、これでいただいてみます。お肉はどうかな。お肉もそんなに癖のなく食べやすいお肉になってます。あとこれ油ですね。忘れてました。天ぷらのね、パクチーとこういったお漬物、それとこういうねタレがついていました。これもねちょっとかけて味見してみたいと思います。共産党との関係が公正組織が一丸となって戦うことのこんな民社党系 の、 この労働組合2つ、タレはね結構辛みが強くてね、味変にぴったりだと思います。でも今回、まあ、でもそれに対して同盟系、要するに旧民社あれ、ああ、猫がいたのね、ここに。はい。はい。うん。久しぶりじゃん。はい。はい。今日は起きてるね、ちゃんと。ตัวมันกลุ่มกินกระจกไปรักษาการปวดของ